ジャスミン革命は2010年から2011年にかけてチュニジアで起こった革命である。一青年の昇進自殺事件に橋を発する反政府デモが国内全土に拡大し、軍部の離反によりザインアルアビディーン、ベンアリー大統領がサウジアラビアに亡命し、23年間続いた政権が崩壊した事件である。ジャスミンがチュニジアを代表する花であることから、 このような名前がネットを中心に命名された。この民主化運動はチュニジアにとどまらず、エジプトなど他のアラブ諸国へも広がり、各国で長期独裁政権に対する国民の不満と結びつき、数々の政変や政治改革を引き起こした。こうした一連の動きはアラブの春と呼ばれた。一連の暴動では情報共有のため、 フェイスブックなどを通じたインターネットによる情報交換が力を発揮したほか、YouTube や Twitter、Wikileaks といったネットメディアも重要な役割を果たしたという意見がある。一方、Google や Facebook などのネットメディアがアメリカ政府の戦略に加担し、アラブの春を裏側で支援していたとの意見もある。チュニジアは2010年の経済成長率が3.8%と、 決して経済状況が悪いわけではなかった。しかし、失業率は14%、若者層に限れば30%近いという高い水準であったため、これらの世代では経済成長の恩恵を受けられないことに不満が溜まっていた。加えて、1987年に無血クーデターによって政権を獲得したベンアリー大統領は、 イスラム主義組織及び労働者共産党に対し抑圧を行い、ある程度の経済成長は果たしたものの、一族による利権の独占といった腐敗が進むなど、23年にも及ぶ長期政権に不満が溜まっていった。こうした背景が暴動に結びついたと見られている。ベニュアリー大統領は、イスラム主義組織及び労働者共産党への抑圧、近代改革など、 アメリカやかつてのイランと同様の政策を行い、政治反射法などの人権政策もあり、民主主義、人権国際賞を受賞したが、今回の暴動においても、情報策を次々と示したことが、弱腰とも移りデモ隊を勢いづかせたとの指摘がある。イスラム主義組織を抑圧してきた政権の崩壊により、イランのアフマディー・ネジャード大統領は、チュニジアの人々は、 イスラムの法とルールの確立を望んでいると、イラン革命同様のイスラム国家化を示唆した。非合法であったイスラム政党の幹部が、亡命先から戻るとの推測もある。2010年の後半から、革命のきっかけの要素は整いつつあった。11月7日のクーデター記念日、国民的ラップシンガーのエル・ジェネラルは、ネット上に、政権への抗議を込めた曲、ライス・レイブレットを発表した。 政治体制、支配像による応募を求断する内容である。ウィキリークスも革命の後押しをすることになった。ウィキリークスはチュニジアに関する合衆国政府交換のコメントを暴露した。その内容はベンアリー政権の腐敗を厳しく批判するものだった。それまで国民はアメリカが政権の貢献人として支えていると見ていたが、実際にはアメリカは 政権の維持に固執しているわけではないということが明らかになり、人々を勢いづけた。直接的かつ決定的な要因は12月17日、中部の都市シリブジドで起こった。この日の朝、露見商のモハメド・ブアジジが、果物や野菜を街頭で販売し始めたところ、販売の許可がないとして、地方役人が野菜とはかりを没収。さらには、役所の女性職員から暴行と侮辱を受けた。 ブアジジは没収された計りの返還を求めて3回役所に行ったが引き換えに賄賂を要求された。3回とも追い返されたブアジジはこれに抗議するために同日午前11時30分、県庁舎前で自分と商品を積んだカートにガソリンをかけて火をつけ昇進自殺を図った。その場に駆けつけたブアジジのいとこのあり、ブアジジが事件直後の現場の様子を携帯電話で撮影し、 その日の夕方、Facebook へ映像を投稿した。アルジャジーラで事件が取り上げられ、一人の青年の昇進自殺が全国に知れ渡った。イスラム教を含むアブラハムの宗教は自殺することを禁じており、また仮想の習慣もないため、昇進自殺が与える衝撃は大きかった。その背景もあり、このトラブルがブアジジと同じく就職できない若者中心に、 食の権利、発言の自由化、大統領周辺の腐敗の罰則などを求め、ストライキやデモを起こすきっかけになった。やがて高い失業率に抗議するデモは、腐敗や人権侵害が指摘される、ベンアリー政権の23年間の長期体制、そのものに対するデモとなり、急速に発展していった。首都のチュニスでは、デモの動きは少なかったものの、水面下で、インターネットによる、 反体制運動が始まっていた。南部のデモが盛んな地域での出来事を有志の自宅からフェイスブックにニュースとして投稿した。これが南部の抗議行動に勢いを与えた。政権のメディア統制も効かなくなっていた。アルジャジーラなどに対して事実を捏造しているなどとするキャンペーンを始めたが、反政府団体のサイトをブロックすると海外のハッカーから報復を受け、 逆に政府のサイトがダウンする事態に陥った。24日、マンゼルブーザイアーンでデモ鎮圧に初めて実弾が使われ、一人が死亡、五人が重軽傷を負った。これがチュニスでも本格的なデモを誘発し、27日には1000人もの市民が街に繰り出した。28日、ベンアリー大統領は突如、病院にブアジジを見舞ったが、無菌の治療室に、 マスクも白衣も着けずに現れたため、外国人の陰謀であると決めつけた直後のテレビ演説も相まって反発は強まった。1月4日、前々から疑われていたブアジジの死が確認された。ブアジジの遺族は公害を禁じられたが、5日に行われた葬儀には数千人が参列した。デモ隊と治安部隊の衝突はエスカレートし続けた。7日には、 中部の都市タラデボートが警察署といった政府関連庁舎や銀行に火を放ち、8日夜から9日にかけてたらカスリーヌといった都市で高い失業率に抗議するデモが発生、治安部隊が発砲したことにより少なくとも14人、野党側指導者によれば25人が死亡した。10日にはカスリーヌで放火や警察署への襲撃が起こり、これに対処した。 警官隊が発砲したため市民4人が死亡した。一連の弾圧で犠牲者を診察した医師は明らかに殺す意思があったと確認できると証言した。デモ参加者だけではなく、帰宅途中の労働者や屋上にいた市民までもが殺害された。現場一帯は封鎖され、メディアが取材することはできなかったが、現地市民が携帯電話で撮影した映像が Facebook に投稿された。 ベンアリー大統領10日夜、ベンアリー大統領は再びテレビ演説を行った。デモの弾圧による流血そのものの存在は認めたものの、私の責任ではないと弁解し、カシム内務大臣の更迭を約束した。全国の高校、大学の閉鎖や、今後2年間での30万人に及ぶ大規模な雇用緊急措置を発表したが、 一連の暴動はテロリストによるものだと非難する姿勢は変わらなかった。各政党からは大統領に対し警官隊による発砲の中止を求める声が上がった。カスリーヌでの弾圧は裏目に出た。11日、デモはチュニスをはじめ全国に広がった。ボートは車、銀行、警察署といった政府関係庁舎への放火、また商店街において、 略奪行為を行った。警官隊はこれを解散させるため威嚇射撃、火炎瓶や催涙弾の使用を行った。内務省より死者は延べ23人になったと発表された。12日にはデモの規模は10倍に膨れ上がった。首都チュニスとその周辺地域には20時から翌朝午前6時までの夜間外出禁止令が発令された。13日には ベンアリー大統領が軍以上に信頼を置く、警察部隊は導入された。警官はデモへの参加の有無にかかわらず、市民を屋上から狙い撃ちにし、チュニスで数十名の死者、数百人に負傷者が発生した。戒厳令が発令され、軍に対して市民の殺害命令が出されたが、軍部はその命令を拒否した。軍部と警察部隊で対立が生じ、 大規模な戦闘の危機が生じたが、軍部は、警察部隊への攻撃態勢を取らなかったため、かろうじて均衡状態が保たれた。後ろ盾であった軍の離反を招いた、ベンアリー大統領は、譲歩せざるを得ないと判断した。モハメッド・ガンヌーシ首相は、治安対策が不十分として、カシム内務大臣の更迭を、改めて発表し、また、デモにおいて拘束された参加者らを釈放する方針を、 表明した。夜の演説では、ベンアリー大統領が、自ら2014年の次期大統領選挙で不出は退任すると発表した。食料品の高騰に対する対策、言論の自由の拡大、インターネット閲覧の制限の解除などの政策の履行を約束した。一連の騒乱については、側近に裏切られたと釈明し、治安部隊に対し、 デモ隊への発砲を禁じたと発表した。しかし夜になっても銃声は鳴りやまず、死者が発生した。秘密警察が大統領支持派を装って外戦車で政府支持を叫びながら外出禁止令で無人状態の街中を走り回り、反体制派を脅しているという噂が流れた。市民たちは夜が明けたら再び独裁体制へ逆戻りしてしまうのではないかと恐れた。 それが14日のデモへとつながった。14日のデモは今まで近づくことさえためらわれた内務省前にまで及んだ。政治犯が釈放され、デモ隊や支持者と共に喜びを分かち合った。ベニアリー大統領は非常事態宣言を行い、夜間外出禁止令を全土に広げた。また、ガンルー市内閣の総辞職と2014年実施予定の総選挙を大幅に前倒しし、 今後半年以内に実施する考えを表明した。しかし、ここに来て政府は内部から崩壊し始めた。メズリハダドユネスコ大使が治安部隊がデモ隊に発砲したことに対して抗議を行い大統領に辞表を提出した。ベニアリー大統領はデモ隊への実弾使用をラシドアンマル陸軍参謀総長に迫ったが、逆にあなたはおしまいだと不信任を突きつけられた。 ベニュアリー大統領は政権維持の手段を全て失った。17時49分、ガンヌウシ首相がテレビでベニュアリー大統領は国を去ったと声明を読み上げた。ベニュアリー大統領は旧宗四国のフランスへの亡命を希望しパリに向かったがニコラ・サルコジ大統領がベンアリー大統領の入国を拒否した。そこでサウジアラビアへ向かいそこへ亡命した。 脱出の際、ベンアリー大統領の妻が中央銀行から1.5トンもの金塊を持ち出したと報じられた。一部の親族は乗り込んだ飛行機の機長に離陸を拒否され拘束された。暫定政権は早い段階でベンアリー前政権の関係者の身柄拘束に乗り出し、16日頃にはすでにカシム前内務大臣など政権幹部の多くが拘束されたとの情報も流れた。 ベンアリーゼン大統領が去った後の親族の豪邸では、ボートが略奪行為に走り、1月16日には大統領宮殿で銃撃戦も発生。1月26日には暫定政権がベンアリーゼン大統領ら一族の逮捕状を請求し、国際刑事警察機構を通じて国際指名手配した。ベンアリーゼン大統領はサウジアラビア亡命後、 前政権時代の公金横領、土地不正取得、暴力扇動、麻薬密売といった容疑、また一連の反政府運動において、デモ鎮圧を軍に命じ、参加者を多数死亡させた容疑などで起訴され、本人不在のまま軍事法廷が開かれた。暴力扇動では、懲役20年、公金横領では、懲役35年が言い渡されるなど、合計で65年もの懲役刑が下っている。 また、殺害容疑に関しては、死刑が求刑され、2012年6月13日に、終身刑判決が言い渡されている。しかし、サウジアラビアが、ベンアリー前大統領の身柄引き渡しに応じる、可能性は低く、実際に刑が執行されることはないと推測されている。カシム内務大臣などにも、懲役15年の刑が下っている。一方、主要閣僚の多くが、 高速企画となっている。2011年4月、ブアジジを暴行し、昇進自殺に追い込んだとされた女性警察官が釈放された。女性警察官は暴行などしておらず、ブアジジの親族がマスコミに誇張して語っていたことが判明したためである。ガンルーシ首相は政権崩壊を受け、憲法第56条の規定を根拠として、 自らの暫定大統領就任を国営テレビを通じて発表し国民に平成を呼びかけ政治、経済の改革を実施するとした。しかしこの就任には憲法上の問題があるとの指摘が出たため憲法評議会は翌15日に憲法第57条の規定に則り会議長であるフワドメバザを暫定大統領に指名した。メバザ暫定大統領は 巨国一致政権の樹立をガンヌー氏に要請し、また、同日15日、暫定大統領への就任宣誓を行った。14日にガンヌー氏首相が暫定大統領就任を宣言した根拠は、ベンアリー大統領の一時的な職務離脱であったため、憲法評議会は、ベンアリー前大統領の復帰はないと、改めて宣言した。メバザ暫定大統領とガンヌー氏首相率いる。 暫定政権は野党との政権協議を行い、1月17日に暫定内閣が発足。野党からは3人、またベンアリー政権を批判して投獄されたブロガーも入閣した。また情報統制を担っていた情報省の廃止、政治犯の釈放といった改革にも乗り出した。しかしこうした姿勢も外務大臣、財務大臣といった主要閣僚は留任したこともあり。 反体制派からは、上辺だけの改革だと批判を受けた。また、立憲民主連合の完全なる排除を求め、内閣改造を要求するデモも発生した。こうした批判を受け、1月18日には、立憲民主連合の中央委員会が解散し、同等出身の全閣僚が離党した。2月27日には、元流氏首相が辞任した。 1>, 1月19日までにベンアリー前政権時代の政治犯をすべて釈放し、翌1月20日の初閣議では、前政権時代に活動を禁止されていた政治活動グループの容認を決定。また、暫定政権は3月中旬までに行われる予定の大統領選挙への国際監視団受け入れも表明したが、治安の不安などで大統領選挙そのものが延期された。 10月23日に政権議会選挙が実施され、イスラム政党のアンナハダが90議席を獲得し、第1党となり、以下は中道左派政党の共和国のための会議、社会民主主義政党のエタカトルが21議席と続いた。これらの政党を中心に連立交渉が進められ、11月21日に3党が連立政権樹立で合意。 11月22日に政権議会の宣誓が行われ、議長にエタカトルのムスタファ・ベンジャファルが就任。12月13日に共和国のための会議党首のムンセフ・マルズーキーが暫定大統領に就任。アンナ・ハダのハン・マーディ・ジェバリ幹事長が首相に就任することとなった。前述のように陸軍のラシド・アンマル参謀長はベン・アリーの鎮圧命令を拒否し、 辞任と出国を要求したが、解任を無視し権限がない状態で軍を指揮していた、可能性がある。チュニジアの大統領は、閣僚任免権、軍の最高指揮権など多くの権限を有する。アリ・セリアティ警護責任者から、大統領皇帝攻撃の情報を受けた、ベンアリー前大統領は避難し、軍特殊部隊が、大統領宮殿を攻撃。アリ・セリアティ警護責任者は暴動を助長し、 国家の安全を脅かしたとして逮捕された。一連の報道では、大統領警護責任者が暴動を助長した、大統領皇帝が襲撃されると、虚偽の進言をし、全大統領が避難したなど、一見矛盾する内容が散見され、ウィキリークス外交公伝事件など、ネットメディアと合わせ情報戦の様相も呈している。メバザ暫定大統領やガンルーシ首相をはじめ、 全政権のメンバーがそのまま止まっているケースが多く、暫定政権成立後も彼らの完全排除を求めるデモが続いた。また騒乱も一部では続いており、刑務所からの脱走も起こっていると報じられている。また、前大統領警護隊をはじめとする前大統領支持派と軍特殊部隊との間で散発的な衝突が起こっている。取材中に、 治安部隊の放った催涙弾が当たったフランス人のカメラマンが1月18日に死亡し、海外のジャーナリストとしては初の犠牲者となった。暫定政権発足後の1月17日以降も、デモや銃撃戦は収まらず、17日時点の死亡者は78人に達した。2011年6月30日、フランスのパリ14区に、 モハメド・ブアジジの名前を付けた広場が誕生した。同年10月には、欧州議会よりアラブの春に貢献したブアジジラ5人に、サハルフ賞が授与されることが発表された。チュニジアの海岸やカルタゴの遺跡などは観光スポットとなっており、日本やヨーロッパなどからの観光客も多く、チュニジアにとっても観光は重要な産業となっている。 治安悪化はこれらによって得られる収入に影響を及ぼす可能性がある。実際、1月14日にはイギリスの旅行会社大手トーマス・クックグループは観光客1800人をチュニジアより退避させ今後のツアーを一部中止するに至っている。1月16日には日本の外務省もチュニジアへの渡航延期を勧告している。また、 太陽光発電などに関する計画や共同事業を日本やヨーロッパと進めており、特に日本政府は直前の2010年12月に首都チュニスで開かれた日本アラブ経済フォーラムにおいて太陽熱発電に関する共同プロジェクトを開始することでチュニジア政府と合意していため治安情勢が中止された。またジャスミン革命の影響はリビアなど アラブ産油国にも影響が及んでいるため、原油の値上がりなどの影響も発生している。特に、インフレと失業が革命後のチュニジアを悩ませている。アラブの春も参照アラブ諸国を中心とする他の独裁国家や先制国家に革命が飛び火し、反政府運動が相次いだ。エジプト、アルジェリア、モウリタニアなど一部の国では、今回の例を真似て、 昇進自殺を図る人が相次いでいる。チュニジアに隣接しているアラブ国家であるリビアにおいても、ムアンマルアルカダフィ大佐による独裁政権に対して、リビア国民が反旗を翻した。カダフィ大佐は、チャドやナイジェリア、エリトリアなど、アフリカ人の傭兵を用いて、武力を用いて、鎮圧を試み流血の事態に陥ったが、その後革命は成功し、 カダフィ大佐は殺害された。イタリアでは、ベンアリー政権崩壊後から3000人の難民が、同国南部にあるランペドゥーザ島に流入してきている。急激に増えたため収容施設が足りず、やむを得ず野外で過ごす人も現れていた。これを受け、イタリア政府が非常事態宣言を発令している。また、アラブ諸国ではないが、共産党による一党独裁体制が継続している。 中国においてもジャスミン革命の影響が及び中国各地において反政府デモが発生している。同じく独裁国家である北朝鮮においても同様が起こっているという各国の反応編集2015年のノーベル平和賞にチュニジア国民対話カルテットが選ばれた。詳細はチュニジア国民対話カルテットを参照革命後チュニジアの物価は高騰しており また若者の失業率は43%に跳ね上がり、その後は下がったが2018年時点でも3割台が続いている。革命後に物価が急騰して生活が苦しくなった。すべてあの革命のせい、ムハンマドのせいだとジャスミン革命を後悔する声が出ている。革命のきっかけとなった昇進自殺を起こしたムハンマドブアジジを批判する声や革命に貢献したとして、 チュニジア国民対話カルテットと,と共に、ノーベル平和賞候補となっていたリーナ弁務編にには、殺害するという脅迫などが届くようになっている。独裁時代のチュニジアでは、イスラム過激派が非合法化されており、そのため若者の中には国外に出て、アイスセルなどの武装集団に参加していた者がいる。革命後、彼らは祖国チュニジアへと戻り、テロ活動などを行っている。 中本寺については、ウィクショナリーの記事を参考にした、を参照されたい、出典。ありがとうございます。